はい、来週の岡田健さんの昭和大会最後の選手、親声大根です。お願いします。はい、親声大根です。この恋の一番上は4歳がいます。非常に体つきのいい声ができています。今回の大根は今までと背が違い、ビッグスターをして、伸びやかな大きくなる恋を、想像して組み合わせをしました。そして、炭の方も、大根も炭が出やすいのですが、ビッグスターの炭の入りと入り方のいい系統なので、このように白地に炭がよく入っています。紅の方は3段で少なめな木なんですが、炭が大きい炭がついているので、将来バランスのいい鯉になっていくと思います。非常にあの胴の長い感じのする声だと思います。今年からある方が新しいと思います。そうです、今年、はい、はい、こう雰囲気がちょっと変わりましたね。ね、なんか少し雰囲気が違うなと思って。あ、はい、でまあオスが違うからまあまだこの18センチだと僕には分かりませんが、やっぱり数を見てる大宮さんは違いがよく分かると思います。でも本当あの体の形はなんか伸びやかになって、墨も本当であの今回ビッグスターがついて、まあ、まだ出てない声も結構いますが、いつもより出てる声が多いように感じられます。はい、とてもユニークな声だと思います。ぜひよろしくお願いします。